火星移住計画、イーロン・マスクが描く壮大な人類の未来。真実の目へようこそ。2023年4月20日、イーロン・マスクのスペース X 社は、自社が開発した大型ロケット兼宇宙船のスターシップの初めての軌道飛行試験を実施しました。離陸から数分後、機体は姿勢の制御を失ったため、コントロールセンターによる爆破コマンドで空中爆発させられ、初回の飛行実験を終えました。しかし、最終的に指令爆破したとはいえ、今回の実験は予定していた目標を全てクリアできたため、確実に一歩前へ進んだと言えます。現段階の人類が持つ知識と技術では、惑星間航行の実現にはまだまだ長い道があると考えられていましたが、スターシップの誕生は火星への航行を実現可能なレベルに引き上げました。ただし、これはまだ全ての始まりに過ぎず、その背後にはさらに壮大な計画が予定されています。今回はスペース X 社のスターシップから始まり、イーロン・マスクが描いている人類の火星移住計画、という壮大なプロジェクトまでお話ししていきたいと思います。ぜひ最後までお付き合いくださいね。南アフリカで生まれ育ったイーロン・マスクは、幼少期から内向的な性格の持ち主で、学校ではクラスに溶け込むことができず、階段から突き落とされたり、気絶するまで殴られたり、ひどいいじめにも遭っていました。高校卒業後、彼はアメリカのペンシルベニア大学に進学し、経済学と物理学の学士を取得しました。24歳でスタンフォード大学の大学院へ進学し、高エネルギー物理学を専攻して、研究の世界に足を踏み入れましたが、弟の影響で大学院を休学し、起業の道を選びました。彼が起業した1社目の ZIP2 は、創業してわずか4年で、PC メーカーのコンパックに3億700万ドルという値段で売却を果たし、マスク個人は、2200万ドルもの大金を受け取ることができました。その後、彼はオンライン決済サービスのペイパルを設立すると、それはアメリカ政府が保証する最初のオンライン銀行となり、大きな成功を収めました。設立からわずか3年後、マスクはペイパルを eBay に15億ドルで売却し、彼個人も1億7000万ドルを受け取りました。そしてその年に、マスクはこの1億7000万ドルを元手に、宇宙航空会社のスペース X を設立しました。当時のイーロン・マスクは現在ほどの高い認知度や影響力も持っていなければ、スペース X もごく普通の中小企業でした。世間から見れば、取るに足らない民間企業が突然、宇宙輸送や衛星インターネットサービスなどを通じて、人類を火星に送り、最終的に火星の植民地化を実現する、という目標を叫び出したのです。これはどう見ても注目を集めるためのマーケティング戦略で、会社が有名になった途端、またいつものようにマスクは会社を売却するはずだと、当時の誰もがそう思っていました。しかし、予想は大きく外れました。スペース X の設立後、マスクは本格的に軌道飛行のできるロケットを開発し始めました。彼はエンジニアたちを集め、次のようなことを言いました。私が持っている資金では、3回の打ち上げしか実施できません。3回以内で成功できなければ、スペース X は終わりです。もちろんこれはエンジニアたちにプレッシャーをかけるための言葉でもありますが、その内容は嘘ではありませんでした。当時開発中のファルコン1ロケットは、1億ドルを超える開発費用が投じられていました。さらに、打ち上げ実験にも大きなコストがかかるため、当時のスペース X の資金的な体力では、本当に3回の打ち上げしか実施できないことは事実でした。2006年3月、1回目の打ち上げが行われました。離陸からわずか30秒後、ロケットのエンジンが作動停止し、機体は地面に墜落して大きな爆発を起こしました。初めての打ち上げは見事な失敗で終わりました。そして、1年後の2007年、またその1年後の2008年、立て続けに実施した2回目と3回目の打ち上げも失敗に終わりました。これでスペース X の資金は底をつきました。
そもそも軌道飛行のできるロケットの開発は普通は国家レベルの組織がすることです。資金もマンパワーも限られている民間企業が、しかも3回以内でそれを実現するのは不可能であると、スペース X は身をもって実証したのでした。このまま破産すれば、負債を背負い込むことなく済ませられましたが、マスクはその道を選びませんでした。彼は会社の管理職レベルのメンバーを集めて、自分の決断を伝えました。資金調達は自分が何とかするから、次の打ち上げを必ず成功させてください。ちょうどこの時期、マスクのテスラ社も業績不振に陥っており、彼は打ち上げ実験の資金を集めるために、個人の資産を抵当に入れるまでの賭けに出たのです。なんとか4回目の打ち上げを実現しましたが、問題はここからです。画面越しでも彼の緊張が伝わってきますが、それが一体どれだけの重圧なのかは想像もつきません。今回の打ち上げも失敗に終われば、大きな負債ばかりが彼に残され、その壮大な計画も諦めなければなりません。ファルコン1の成功は、スペース X が正真正銘の宇宙航空機メーカーになったことを意味するのだけではなく、この会社は航空事業において、国レベルの組織と同等な存在になったことをも意味します。賭けに出たマスクが今回の打ち上げで得たのは名誉だけではなく、後に NASA から16億ドルのビッグオーダーまで獲得するに至りました。そのおかげでスペース X は飛躍的に発展し始め、自社のロケットを中型クラスのファルコン9にまで進化させました。ファルコン9は機体が回収できるため、何度も再使用することが可能です。これによって衛星軌道への輸送コストを大幅に下げることができ、スペース X はどこよりもはるかに安い価格で商業衛星市場における大きなシェアを獲得しました。またこれだけではなく、スペース X はその後、NASA からさらに26億ドルのスーパーオーダーを得て、世界一の宇宙航空機メーカーという地位を固めました。そこから、スペース X は再利用可能なロケット技術を駆使して、スターリンク計画の実施に着手しました。スターリンクというのは、低軌道に通信衛星を設置することで、地球のほぼ全地域に衛星によるインターネットアクセスを実現させるという計画です。2023年5月まで、スペース X はすでに4000機の通信衛星を軌道に設置しました。計画の最終目標は、1万2000機の衛星を設置することにより、現在のどの通信会社よりも安価かつ高速なインターネットアクセスを全世界に提供することです。このように、スペース X は順調に発展しており、2018年には大型ロケットのファルコンヘビーの打ち上げに成功し、さらに、超大型ロケットかつ宇宙船であるスターシップの開発にも取り組み始め、2023年4月20日に冒頭でご紹介した打ち上げ実験を実施しました。このスターシップは火星移住計画の始まりの一歩となります。マスクによると、現段階の科学技術で火星移民を実現するためには、火星に飛行するためのロケットは次の4つの条件を満たさなければなりません。1、完全に再利用可能であること。つまり、宇宙飛行の後、ロケット全体を回収及び再利用可能にすることによって、定期的な火星への往復飛行が要求するコストを現実的な水準に抑えます。これにより、火星移住計画も現実的な目標となり得ます。2、軌道上で燃料補給が可能であること。ロケットは軌道に入ってから火星に到達するまでの燃料を補給します。出発時の地球上で入れておく燃料を最低限にできれば、ロケットはより多くの貨物を積むことができます。3、ロケットの燃料は火星でも製造可能であること。同じように、ロケットが地球へ戻るための燃料を積まずに済めば、より多くの貨物を運ぶことができます。4、ロケットが使用する燃料は安価であり、保存と輸送も容易に実現できること。以上のことからわかる通り、いかに低いコストでより多くの貨物を輸送することができるかがキーポイントになっています。
このキーポイントを実現するためにデザインされたスターシップの機体素材は、1kg あたり130ドルのカーボンから 1kg あたり4ドルのステンレス鋼に変更されました。またロケットの燃料はメタンと液体酸素が使用されていますが、これは火星の地下にある氷と火星の大気に満ちた二酸化炭素を原料に、火星でもメタンと液体酸素を生産できるからです。さらにスターシップが他のロケットと異なるのは、1段目のスーパーヘビーと名付けられている部分はブースターで、2段目のスターシップと名付けられた部分は機動滞在が可能な乗客貨物兼用の宇宙船となっているという設計上の特徴です。長さ70メートルもあるスーパーヘビーにはスペース X が自社開発した33機のラプターエンジンが搭載されており、合計76メガニュートンの推進力を誇ります。これはアポロ計画で人類を月面に送ったサタン5ロケットの推進力の2倍です。2段目のスターシップは高さ50メートル、6機のラプターエンジンが搭載されており、100トンの貨物と100人を搭乗することができます。およそ40階建ての高層ビルと同じ規模感を持つスターシップは、貨物搭載量が100トンの場合、1回の打ち上げコストは 1kg あたり20ドルしかありません。これは東京からニューヨークまでの空輸コストよりも安い計算になります。また搭乗人数を100人とすると、1人当たりのコストもたったの2万ドルです。このように完全に再利用できるスターシップによる非常に低いコストこそが、現在の科学技術でも火星への往復飛行が可能となる理由です。2023年4月20日、史上最大のロケット、スターシップが離陸しました。ライブ放送の映像からもわかるように、エンジンのうち3機が最初から正常に作動していませんでした。ただ、これは大きな問題ではありません。数機のエンジンが故障しても、ロケットの制御には大きな問題にならないのです。途中でまた数機のエンジンが作動停止しましたが、ロケットは無事に最大動圧点の MAX9 を通過しました。MAX9 というのは、ロケットが飛行中に最大の圧力を受ける時点であり、ロケットが最も解体しやすい瞬間でもあります。MAX9 を通過することは、スターシップが一つの大きなハードルを超えたということを意味し、ロケットの構造には問題がないということが分かりました。しかし、飛行高度が 28km、速度がおおよそマッハ2に達したとき、機体は制御を失い、空中で回転し始めました。地上で事故を起こすリスクを避けるために、コントロールセンターは自爆命令をロケットに送信し、スターシップの初回の打ち上げ実験を終えました。ただし、指令爆破したとはいえ、事前に予定していたミッションは全てクリアしており、打ち上げは成功したといえます。スペース X の次の仕事は、スターシップを軌道に送って、またそれを無事に回収することです。スターシップは NASA が計画している有人月面着陸のアルテミス計画が使用する着陸船としても選定されたため、この史上最大の宇宙船は近いうちに完成するでしょう。これでやっと人類が火星に向かうための最初の一歩を踏み出しました。しかし、そもそもなぜ人類を火星に送る必要があるのか。火星移住計画に使われる資金やマンパワーを砂漠などの環境改造に使えば、人口の移住をこの地球上で簡単に実現できるのではないのか、という疑問を持つ人が多くいると思います。確かに、私たち自身の一生、もしくは私たちの孫や孫の孫の世代くらいまでを範疇として考えると、火星移住の差し迫った必要性はないように思われます。しかし、もっと長いスパンで見れば、未来の人類が歩む道は2つに分かれます。一つは、私たちはずっと地球に留まり、最終的には何らかの絶滅イベント、例えば隕石の衝突、気候の激変、ポールシフトなどによって種族の全滅という結末を迎えるという道です。時期は未知数ですが、何らかの絶滅イベントはいつか必ず起きます。もう一つの道は、地球で起きる絶滅イベントを避けるために宇宙に進出し、居住地を他の惑星に広げるという道です。マスクは二つ目の道を切り開こうとしています。そして目標となる植民地は、地球から到達しやすい、かつ環境改造も実現しやすい火星となりました。では次は、火星移住は一体どのように展開されていくのかを見ていきましょう。
火星。そこには大気が存在しているものの、その量は地球の 1% しかなく、ほとんどが二酸化炭素です。ここの平均気温は約マイナス60度であり、夜間はさらに冷え込みます。火星には地球のような磁場や分厚い大気がないため、その地表は常に宇宙からの放射線にさらされています。さらに、火星には液体の水がほとんどなく、季節によっては惑星規模の砂嵐も発生します。放射性物質がたくさん含まれているこの砂嵐も人類にとっては致命的な存在です。このような厳しい環境を人類の植民地にするのは非常に高いハードルですが、火星移住計画は次のような展開で火星環境を征服しようとしています。スペース X はまず燃料、水、食物、太陽電池パネルと生命維持システムなどを火星に送ります。物資面の準備を整えた後、100名の先駆者を乗せたスターシップが約7ヶ月間の飛行を経て火星に到着します。彼らの最初の任務は火星の地表で臨時の基地を建てることです。この基地は先駆者たちが一時的に住むための施設であるため、国際宇宙ステーションと似たような組み立て式で簡単に出来上がります。ここを拠点として先駆者たちは主に火星探査車で探索を実施します。目標は周辺地域に存在するかもしれない鉱山や地底湖を見つけることです。特に地底湖に関しては、これまでの研究で火星の地下に地底湖が存在する可能性は高いと考えられており、それを発見することができれば、浄化処理によって火星現地で水を調達することが可能になり、今後の計画が随分展開しやすくなります。ただし、最初の100人によって立ち上がった火星基地はあくまでも一時的な施設であり、長期的に火星に駐在するためには、宇宙線や放射性物質を含んだ風塵を完全に防ぐことができる基地の建設が必要です。NASA は2015年に火星シェルターコンペを開催し、全世界でアイデアを募集しました。最終的に、ハッセル建築設計事務所による次の案が採用されました。まずは、火星地表の土壌や鉱物を原料として、3D プリンター技術によってシールドを作ります。この楕円形状の分厚いシールドは宇宙船や砂嵐をシャットアウトできます。人間を火星に送る前に、先に火星に到着したロボットがシールドを完成させます。これらの AI が搭載されたロボットは、原料の採光からシールドの 3D プリントまでを一貫して実行します。数ヶ月をかけてシールドを完成させた後、宇宙飛行士たちがシールドの内部に設置するシェルターを持って火星に到着します。彼らはロボットの協力のもとで、シェルターをシールドの内側に設置し、電力システムや給水システムを構築します。電力は太陽光発電所、水は火星の氷、もしくは地底湖から供給されます。完成した基地には、実験室、温室、作業場、事務施設、寝室などが含まれていて、これが人類にとって火星における初めての家となります。ここまでは理想的なプランばかり話してきましたが、実際には火星を開拓する初期の先駆者のうち、少なくない数の犠牲者が出る可能性が高いことは、計画に参加する全員が覚悟しています。大きな努力と犠牲を伴い、火星基地の完成度は徐々に高まっていきます。ある程度の規模に到達すれば、次のフェーズである火星都市の建設に入ります。地下という選択肢もありますが、長期的に火星で滞在する人のメンタルヘルスを考慮すると、地球の生活と同じく昼と夜を体験できる環境が重要と考えられます。そのため、ドームで覆われた地上都市が建設されます。初めての火星都市の完成には30から50年を要すると予想されています。この都市が完成する時の火星人口は約1万人と予想されていますが、ここからはまた新たな問題と直面します。地球から遠く離れたこの都市で生じるかもしれない様々な社会問題にどう対処するのかという論点です。火星での生活資源は限られており、食料、水、酸素などの基本的な資源の公平な分配が非常に重要です。ここで特定の個人やグループが資源を独占することによって他の人を支配する場面が出てくる可能性は否定できません。また、火星への植民は法律や規則に基づいて運営されるものの、地球から遠く離れているため、それらの法律がどの程度まで火星都市に適用され、かつ実行力を持ち得るか、また、
新たな法律や規則をどのように作り上げていくのかも課題となります。さらに人口が増えていくにつれ、火星で妊娠出産することも予想されますが、火星環境で生まれた新生児は健康的に育つことができるのかについては全くの未知数です。そのため、そもそも火星での妊娠を禁止すべきか、妊娠した場合はどうするのかという倫理的な問題も生じます。仮に全ての問題が順調に解決され、火星が完全に居住可能な惑星に改造された場合でも、火星で生まれ育った人はきっと地球に対する帰属意識は薄くなると予想されます。このような人間たちによって構築される未来の火星文明と地球文明との関係も気になるところです。挙げればキリがないほどの課題や論点が存在する通り、火星への移住計画は多くの困難に満ちた長い道に違いありません。その道のりは極めて高度な技術的課題の克服から全く新しい環境、そして最終的には新たな社会の創造に至るまでの壮大な挑戦となるでしょう。一見、現在の我々とは関係のなさそうなイーロン・マスクの火星移住計画ですが、数百年後、数千年後のあなたの孫たちは、きっと最初の一歩を踏み出した彼に深く感謝するでしょう。今回の動画も、ExpressVPN さんの大きな支援のもとで皆さんにお届けすることができました。少しおかしな質問かもしれませんが、皆さんはお手洗いに行くとき、トイレのドアを閉めますよね。インターネットをExpressVPNなしで使うことは、トイレのドアを開けっぱなしで用を足すようなものです。ドコモ、光などのインターネットプロバイダは、あなたが訪れたウェブサイトすべてを見れてしまうのです。さらに、私たちは彼らがその情報をその後どうするのかもわかりません。だから僕は、インターネットを使う際はいつもExpressVPNを使うようにしています。ExpressVPN はオンライン上の送受信のデータを 100% 暗号化し、安全な仮想サーバーを通じてトラフィックの経路を変更するため、第三者にそのアクティビティを知られる心配がなく、安心してインターネットを使用することができます。他にも ExpressVPN は特定の地域でのみ視聴可能なウェブサイトやサービスへのアクセスにもとても役に立ちます。ExpressVPN は94カ国のサーバーへオンライン上のロケーションを変更できるので、日本では視聴できないコンテンツを視聴可能になります。例えば BBC アイプレイヤー、世界中のドキュメンタリーなどを無料で視聴可能で、知識の幅を広げたい人には最適ですが、現在はイギリス在住の方のみ視聴可能となっています。このようにアプリからイギリスを選択して接続するだけで簡単に視聴可能になります。その他にも、Netflix などの動画配信サービスでも使うことができます。ワンクリックで、日本では視聴ができないジブリ作品なども、Netflix で視聴可能になります。ExpressVPN は、一つのアカウントでスマートフォン、パソコン、タブレットなど、どんなデバイスにもダウンロードできるので、家で大きなスクリーンでも楽しめます。僕のように、プライバシーを守りながら、世界中の様々なコンテンツを楽しみたい人には、フォーブスやシーネットなどでナンバーワンに選ばれている ExpressVPN をおすすめします。概要欄のリンクから ExpressVPN を申し込むと、3ヶ月分が無料になるキャンペーンが適用されます。ご興味のある方は、ぜひ体験してみてくださいね。それでは今日もご視聴ありがとうございました。